とヘビバンジョー、私少しクレイジーじゃない。こんにちは、ハヤトマンです。本日紹介するフィギュアはこちら、2017年の2月発売ですね。メーカーはバンダイ、商品名がセイントセイヤ DD パノラメーション、ジンバ級に託す石、サジタリアスアイオロスのフィギュアでございます。2017年当時の定価はですね、6000円プラス消費税でございました。通常のセイントクロスマイスとは別のシリーズなんですけども、前にねカニザ、キャンサーのデスマスクをフィギュアレビューした時にも出てきましたよね。 DD パノラメーションシリーズはね、今回はこのアイオロスのフィギュアでございます。はい、それではね、箱を見ていきましょう。ジンバ級に託す石、サジタリアスアイオロスって書いてますね。こっちにも載ってるんですけど、小さいサイズのアイオロスも付属してるんですよ。はい、それではね、箱のサイド見ていきましょう。こんな感じですね、横両サイドね。これはこういう向きかな。はい、そして裏ですね、裏ではね、この裏をね拡大して見ていきましょう。約10センチに秘められた可能性、 DD パノラメーションのフィギュアサイズは約10センチ。小さいながらも十分な可動と表現等のオプションパーツにより様々なシーンを再現可能。手のひらサイズの宝物感、いいですね。そしてね、箱の下の方ちょっと見ていきましょうか。ストラクチャーパーツで広がるパノラマ、DD パノラメーションのシリーズはね、12級の建物を再現してる感じなんですよ。ですからこういったシーンをね再現することができるんですね。僕はとても好きですね、このシリーズも。はい、そしてこれがパーツリストになるみたいですね。このような製品が全部入ってますよということですね。で、こちらの絵はですね、 DD パノラメーションを集めてくっつけたらこんな感じになりますよっていうモデルですね。実際はね、この後も DD パノラメーションは何個か発売されたんで、ここに載っている以外のものもあるんですけどね。はい、箱の裏のレビューでございました。それではですね、中を開けていきたいと思います。はい、箱から出してみました。マニュアルがまず入っておりますね。マニュアルと DD パノラメーションの紹介ですね。こっちから見ていきましょうか。これをね開いてみるとこんな感じで開くんですけどね、まあデスマスクの時とあんまり変わらないかなっていう感じですけどね。で、後ろはゴッドクロスたちの紹介ですね。いいね。この時は全部出てるのか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人か、9人が発売されてるという状態ですね、この時はね。ロキも発売されてるな。ソウルオブゴールドのボスキャラですね。このゴッドクロスですね、全部じゃないですけど何個かは持ってますので、持ってるものはね随時レビューしていきたいというふうに思っております。はい、それではね、マニュアルを見ていきましょう。こちらがマニュアルですねこれよね、今回のポイントね。見えますかね。あ、これね、フィギュアで見よう。はい、こちらでございます。これね、これおくるみに包まれた沙織さんですね。このフィギュアにのみついてます。 EX 版のリバイバル版でね、これのね大きいやつがついてましたよ。ですけど、おくるみにくるまれている沙織さん、これね、これは DD パノラメーションにしかないフィギュアでございます。これのために買ったようなもんだからな。茶碗とセイヤでね絶対使うじゃないですか、これ。なのでね、これのために購入させていただきました。はあ、高かったな。はい、それではですね、ブリスターパックの中に入っていたらあまりよくわからないので、とりあえずこのパックの中を全部出してみたいと思います。はい、プラケースから出してみました。それではね、一つずつパーツを見ていきましょう。これは12級の建物の柱とこのパーツですね。デスマスクの時にも入ってました。こちらはね、デスマスクの時は多分6枚入ってたと思うんですけど、今回は5枚ですね。はい、で、今回これは使いませんのでね、片付けたいと思います。メインからいきましょう。これですね。はい、こちらですね、今回の商品のダブルメインのうちの一つですね。おくるみ姿の沙織さんでございます。かわいい佐賀がね、黄金の探検です。この沙織さんをね殺そうとするんですよね。それをアイオロスが助けるという時の、助けた時のシーンの沙織さんの姿というね、かなりマニアックな商品でございますね。で、こちらは
ハイハイしている沙織さんなんですけども、 EX 版でねちょっと大きめのやつが出ましたね。これは次回のフィギュアレビューは EX 版をやるんで、その EX 版の沙織さんと大きさをね実際に比べてみたいと思います。そして10センチのアイオロスでございます。10センチなのに稼働するというもんですね。こんなって、あ、すごいね、ちゃんと稼働しますよ。お、いいね。あと弓矢をね持たせることもできますよと。そしてこの羽がね、アペンディックスとか EX 側の羽ですね。畜生、かっこいいな。6000円するだけあるぜ。うん、いいねこれね。はい。でね、ちなみになんですが、前回レビューしたクロスマイスとどのぐらいの大きさの差があるんだっていうのをね、わかりやすくするためにね、まだ置いてあります。こちらでございます。本当に倍違うよね、 1,2 みたいなね。これが前回レビューしたセイントクロスマイスのサジタリアスアイオロスですね。久しぶりの登場ですね、竹内力さんでございます。何竹内あるんでしょうね、調べてみましょう。 1,2,2.5 竹内、2.5 竹内でございました。なるほどな、ちっちゃいな。竹内力がでかいのかアイオロスが小さいのか、永遠の謎ですね。何言ってるかさっぱりわからんね。何言ってんだろうね、バカじゃない。はい、こちらが弓矢でございます。小さいながらもねよくできてますよね。装飾もねめっちゃ細かいですよ。拡大できるんかな、やってみよう。おお、はい、この大きさがピントがずれない限界の大きさですね。綺麗ですよね。はい、これ僕の人差し指です。人差し指、指ぐらいの長さかな、うん、そんな感じですね。中指ぐらいの長さかな、こんな感じね。僕の中指と大体同じぐらいの長さですね。はい、で次は弓、これですね。うん、綺麗にできてますね、いいですね。はい、そしてこのアイオロスの顔なんですけど、この口を閉じてるものがデフォルトでくっついてるんですが、それ以外にもね、口を開けてる版の顔ですね、さらにですね、僕らから見て右を向いているという表情の顔パーツも入っています。弓を構えるときね、アイオロスから見れば左側を向いているという顔パーツですね。うん、かっこいいね。あとでね、これを付け替えて弓も持たせてターンテーブルに乗せて360度の角度でね楽しみたいと思います。こちらはね、アイオロスがマスクをしない時の前髪のパーツですね。そしてね、セイヤくんの顔もね2つ入ってるんですよ。口を開けてる方とね閉めてる方と、こっちの方はねまたアイオロスみたいに左側を向いてますね。ですから顔のパーツはもともとくっついてるものも合わせてアイオロスが3個、セイヤが2個、合計で5個も入ってるんですね。あー、贅沢、嬉しいな。はい、それではですね、 DD パノラメーションのダブルメインの一つがこれだったんですけども、もう一つのメインに行きましょう。それはこれでございます。これ分かる人は分かりますよね。陣馬球に託す石、まさしく陣馬球にセイヤたちが着いた時にね、アイオロスの遺言状が出てくるんですよね。この遺言状をフィギュア化したというやつです。素晴らしい、よくこんなもの出したな、偉いと思いますよ。ちょっとね、これ本当に原作と同じ字が書いてあるのかっていうのを検証してみましょう。原作を取ってきます。はい、こちら原作の11巻でございます。こちらにね、陣馬球に着いた時のアイオロスの遺言が載ってるんですけども、あ、これか、ここですね。このサジタリアスのクロスがね、セイヤを撃ち抜くんですよね。撃ち抜くと思ったら別に壁を撃っていたと。で、撃っていた壁が破裂して、出た、出ました。さあ、この文字たちがさっきのフィギュアの文字と同じか、これですよ、これ、これと同じか。ちょっと見てみましょう。全然読めないよ、これ。これ何で、これ何て書いてるの。まずギリシャ文字自体が僕が読めないというね、どうしようもないことが起こってしまいました。はい、わかりません。これ、これね、ここアテナって読むんでしょうね。それがあるかだけでも確認してみましょう。ほら、これアテナって書いてるな。フォントも一緒かな。ちょっと比べたい、比べたい、比べたいよ。どんな、どんな、なん、あ、アテナ、
あ、その隣も同じっぽい。あ、すごい、同じだ。わかります？わかりますよね、同じですよね。え、ひび割れまで一緒なの、もしかして。あ、アイオロスって書いてある。アイオロス、あ、同じだ。ひびの割れ方も一緒。そんなバカな。でも大体一緒だね、すご。へえ、よう作ったな、これ。これ、これもちゃんとこれですよね、これ。ここね、ちゃんと書かれてるんだ。すごーい、面白かったですね。ちゃんと書かれてた、本当に。すげえ、よくこんなもの作ろうと思ったな、バンダイありがとう。はい、そしたらですね、あとは付属の手のパーツも紹介していきましょうかね。もともとのフィギュアについているのがこの握り拳のパーツでした。両手が開いているというパーツもありますし、そして弓を構えるというこの右手と左手ですね。これ穴開いてるのかな。あ、開いてるね。ここに弓を刺すんでしょうね。もう今のうちで入れとこう。お、いいね、いいよ。これも前みたいに強引に行くのかな。これ取れるんじゃないか、 前とは違ってね。あ、取れた。やっぱね、こうならんとダメですよ。そうだね、そうだそうだ。おー、いいね、いいよ。おー、できましたね。それにしてもね、10センチのフィギュアの割にはだいぶよくできてますよね。はい、もう一度ね、セイントクロスマイスの方と大きさを比較してみましょう。はい、前回レビューしたサジタリアスアイオロスを横に置いてみました。本当に倍ぐらい違うなっていう感じなんですけども、でもね、小さいなりに非常によくできてますね。ちなみになんですが、これまとめてレビューしようと思ってたんですけど、こちら、これね、これはバンダイの300円のガチャガチャなんですよ。クロスアップセイントっていうシリーズが過去に出てまして、年号を調べてからまとめてレビューしますけども、これとちょうど同じ大きさですよね。ですがこちらは関節稼働もするんですけど、こっちも関節稼働するんですよ。300円ですよ、これ。ほら、こうなって手だけね、手だけ関節稼働します。羽とかはね、やっぱしょぼいですけどね。でもこれも、これ300円だったらありですよね。まあしょぼいけどさ、こんな感じ。ちょっとね、ごめんなさい、ついでに出してみました。はい、それではですね、次はこの小さい方のアイオロスもこの大きい方のアイオロスみたいに弓をね、構えさせてみたいと思います。ほー、かっこいいな。めっちゃいいじゃないですか、 DD パノラメーション。遠くから見たらセイヤなのかアイオロスなのかわからんけどね。はい、ちょっとね、後ろに大きいやつも置いてみましょうか。全然ちっちゃいやつの方が上等だな。これ4000円でこれ6000円だけありますね。まあダイキャストとかを使ってないんでね、こっちは軽いんですけど、とってもこっちはね、鉄パーツというかダイキャストパーツを使ってるんで、重量感はね、右のやつの方があるんですけども、フィギュアは造形が命ですね。そしてこの造形、2017年の発売だけあって立派ですよ。こっち2004年だから13年の時を経て進化したフィギュアの製造技術、めちゃくちゃ集約されてると思いました。素晴らしい。では次はですね、この小さい方の頭をね、セイヤに変えてみたいと思います。はい、このセイヤにね、変えてみたいと思うんですけども、このセイヤの頭のこの部分をね、取るわけですよ。こうやってね、頭の部分を取りましたら、今度はマスクをつける用の髪の毛、これに変えるわけですね。穴が開いてるの見えますか ね、こっち穴が開いてますよね。この穴にクロスの突起物を刺して完了ですね。さあやってみましょう。はい、アイオロスのね、アイオロスのね、頭を取るわけです。いて、刺さった。あ、マスク先に取れちゃった。はい、あんたね。で、はい、このセイヤにマスクを取り付けると。あ、いや、セイヤかっこいいな。セイヤかっこいいね。めっちゃこっち向いてる。
ほら、この角度。できた。はい、頭をですね、セイヤに取り替えてみました。うん、かっこいいよ。君は一番かっこいいよ。特にこのクロスをつけてるときはね。いや、ペガサスのクロスもかっこいいよ。だけど、ゴールドクロスが似合う。あのね、三沢光晴がね、GSC のシングルのベルトが似合うみたいにね、セイヤにはゴールドクロスが似合います。素晴らしい。かっこいい。はい、それでは本日はですね、2017年2月発売、セイントセイヤ DD パノラメーション、ジンバ級に託す石、サジタリアス、アイオロスのフィギュアレビューでございました。顔はね、すいません、セイヤのままなんですけどね。でも本当にね、このフィギュアよく作ってくれたと思いますね。やっぱこれよね、これ少年たちよ、アテナを託すみたいなね。あ、かっこいいわ。この文言がね、たまんないですよ。次回のフィギュアレビューはセイントクロスマイス EX のアイオロスでございます。今回も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。抱きしめた心のコスモ、誰も奪えない心の翼だから。